ンザ西舘、トミー・ジョン。ヤクルトのドラフト1位右腕、西舘晃太投手、23が右肘内側側副靭帯、再建手術、通称トミー・ジョン手術を受けたことが21日、分かった。退院後は復帰を目指してリハビリを行う。草加、下村、西舘 TJ ってやべえな。西舘は1年無駄にしただけか、来年も投げられず山下コースかもな。決断が遅い分西舘が一番の外れじゃんかよ、ふざけんなよハンザ。西舘育成落ち確定だろうから、ジュリちゃん生き残りそうだな。今頃手術ということは、この球団のメディカル体制がよほど信用されていないのだろうな、あまりも知れ渡っている。昔だったら断裂したまま投げさせたから成長してる。もう大卒投手は1年目は半分程度の確率で TJ と捉えた方が良いわ。同じ球団のあの人は今後何があっても手術しないだろうし、遅かろうがええだよ。とうとう7人衆は3人 TJ で細野若田の怪我か。なんとか戦力にしようと試合に出してたしな、思った以上に強度上がってこないから手術なんやろ。そういえば草加って忘れてたけど、保存治療しようとしたけど立浪監督に説得されてすぐに TJ してたんだっけ。じゃない方の西舘とか言われてた人だっけ。巨人の西舘がそう言われたっけ。わけわかめだわ。ご視聴ありがとうございました。